人参、ごぼう、大根。むかしむかし、人参とごぼうと大根がお相撲をしたよ。ごぼうさんが出てきました。みんなはごぼうさん好きかな。みんなが住んでるここ八尾市には若ごぼうって言ってごぼうの仲間のお野菜が特産品、この八尾市で採れるお野菜であります。その今日は若ごぼうの美味しいレシピを南山本せせらぎ子ども園の栄養士田野さんが紹介してくれます。まずその若ごぼうがこちらです。じゃーん、とっても大きいよね。さあ、
それでは田野さん、美味しい若ごぼうのレシピよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、栄養士の田野です。今日はこども園の献立にも登場する若ごぼうのレシピを紹介します。まず若ごぼうなんですが、今が美味しい旬の季節のお野菜です。若ごぼうは根っこから葉っぱの部分まで食べられるお料理なんです、食べ物なんですが、葉っぱの部分は特にアクが強いので、もし葉っぱの部分使う場合はしっかりお湯、たっぷりのお湯にお砂糖大さじ3杯と3杯を入れて3分ほど煮てから使ってください。今日ご紹介するレシピは根っこと茎を使ったレシピです。紹介するレシピは、若ごぼうのきんぴらです。まず、材料を紹介します。材料は豚肉とこの若ごぼうと人参、こんにゃく、れんこん、白ごまと、あと調味料がいくつかあります。では作り方です。作り方はまず若ごぼうなんですが、若ごぼうは茎と、茎と根っこを切ってもらって、根っこの部分は包丁の背で削いでささがきにしてください。茎の部分は1センチ幅で切ってもらって、どちらも水にさらしてください。あと人参とこんにゃくとれんこんは千切りとかいちょう切りにしてもらって、食べやすい大きさにしてください。次に、豚肉を炒めて火が通ってきたら、最初に切ったお野菜とこんにゃくを炒めてください。柔らかくなったらお砂糖とみりんとお醤油を加えて、白ごまを加えて完成です。完成したのがこちらのお料理になります。あ、美味しそうですね。ぜひぜひお家でも簡単にできるので、お母さんやお家の人作ってもらって一緒に食べてみてください。はい、田野さんありがとうございました。はい、そしたら皆さんぜひぜひ作ってくださいね。バイバイ。